黒沼。はい。結婚してください。結婚なんじゃって。おちょこの周りを何人も何人もくるくる回ってて、くる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 、そのうち一人ずつおちょこの中に入ってったんだよ。ちょっと考えさせてください。ああ、黒沼。いいのか、すぐに追いかけて弁解しなくても。何やってくれてんだよ、おい。何なんだこの状況。そうだな、お前最悪 OK されんな。黒沼、冗談通じなさそうだもんな。本気にしてあれ嘘だって言われたら傷つくんだろうな。傷つくんだろうな。こりゃあれだな、付き合うどころじゃないっつうか、下手すりゃお前振られんな。だまあ、よろしくやってくれ。で、喧嘩か。喧嘩はどこだ。喧嘩はいねえか。何？なんかよ、私ら今取り込み中なんだよね。なんだこの腐れ精神奴は。興味ねえんだよ。お前ら今から殴り合え。あんたそれでも教師なの？善はどうしたんだ？担任なのに。善は家の方が大変らしくてよ、これから当分代打俺様満塁ホームランだ。どうだ、すっごいだろ俺。はあ、そのチョコレートのことかい。僕ぐらいになるとファンがほっとかなくてね。ああ、自慢したかったのか。困ったやつだ。その袋のチョコ、まさか黒沼。バカ野郎、バラすなんて、そんな乙女心をぶっ壊すようなことを言えるか。惨めだろうが、焼くな焼くな。うっ、てぇな、そこは骨だろうが。左肩と首筋、何かのバチなんじゃねえの。え、漫画で読んだことあるわ。首から上は神様関係なんだって。神、神社で神木に八つ当たりとか、キャラキャラ再戦ケチったとか。小銭ねえから、まあ、いっか。今すぐ黒沼のチョコで払わねば。カップごと。あ、詰まった。除霊グッズか。あ、俺払う。詰めて。あとこれを。お、俺食わせる。これ、あと。なんで俺ピンとこんなカップルみたいなこと。頼もしい。一人暮らしの男のアパートで毎晩ノックの音がして、ドアを開けるんだけどそこには誰もいないんだって。というのも、実はそのアパートのまさにその部屋で。俺は破格の男、俺は破格の男、今夜も眠らせないつ。ペドロ・マルチネス。ペドロ・マルチネスだな。ピン、ピン。お前、そんなこと言ってていいのか。嫁が浮気してるぞ、三浦健人と。違うし、それ別に浮気でもなんでもねえし。光栄に思いたまえよ。嫌なら別にいいんだぞ。お前が昔嵐の中泣きながら俺ん家来たこと。これ父ちゃんが持ってけって。嵐が
怖かったのか。俺ん家に泊まると泣いてダダこねて、あげくネションベンぶっ放したこと。優しい。なっ、このクソガキ。写真撮ったか。あんなことそんなことこんなこと校内放送でぶっ。ああ、わかったわかったよ。うん、そうそう、特に左肩と首筋がな。ムカつく。